写真拡大第6回シオン USG さん、9月11日、中山競馬場芝2000メートル、追い切り用か、リットトレ先今春の藤掛隆騎手を背に、坂路を1本目を72秒6で登坂すると、2本目は姉妹重点で単発しながら、53秒2の坂路で最4を経営藤掛騎手は、今日は姉妹を少しだけ仕掛ける感じでした。休み明けですが、しっかり乗り込んで、気も入っていて、良い感じでした。一回りパワーアップしています。と手応えを今春は1勝クラスの立場ながら、初の G1 で3着に入った絆3コマ。一夏を超えて、力をつけた萩野ピリナが、開幕週の中山でタイトルをつかみました。